初めから無理だろうな負けるだろうなと思って投げたなんて言うと勝負師としては失格になってしまう。だから勝ちに行くっていう気持ちで挑もうとはしてるんですけれども、ここまで本さんの方が軌道が合ってるなって、心もなんか落ち着いて投げてるように見えましたから、で過去の対戦歴すごく私にとって不利な状況なんじゃないかという怯えがありました。でしょう、はあ、まあちょっと今の投球なんかは早くに歩きすぎてるし指にも乗ってなかったなと思うんですけどね、落ち着いてみればもうこの時はこれで精一杯ですよね。何度経験したってやっぱり優勝決定戦のこの1ゲームでどちらかが優勝となるってこんな極限状態ないんで通常通りには投げられない。ああ、場をこなして通常通りに投げられるようになるんだとイメージしてたんですよ。私は緊張しいやけどいつか緊張しなくなると思ってたんですけど、緊張しなくならないんだっていうことが分かって、最近では緊張しながら投げなければならないっていうことを理解してます。例えば日頃いつも手は乾燥してるんで乾燥しいなんですけど、優勝決定戦は手から汗が出てきてびちゃびちゃになるんでしょ。こんなんてもうさどうしたらいいのってなるやんか。滑るねんボールがぬるってそれを止めることはもうできないもう心の問題だから汗が出ない状態で優勝決定戦を投げられないから、本来の投球はできないけどその汗びちゃびちゃの中で優勝せないかんっていうことを理解しているってこと（笑）まあそれほどになるってことはそれほどまでに優勝したいって強く思ってるってことです。だからいいのこれでもしかして優勝、別にどっちでもいいって思ってたら汗出てこないかもしれないもんでも強くの願ってるから緊張するんでしょ。もういいこれで願いながら挑んでいこうそれにねユニフォームの上から見えるんじゃないかって思うぐらい心臓がバクバクしてるんですよ。例えじゃないからもうこうバク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 がさ震えるみんなからこう遠目には見てわからないかもしれないけど近くで見てる私は分かってるんで自分が触れてることがそんな中で1ゲーム投げて勝敗が決まる、時間は止まってくれないっていう恐怖ですね。何回味わってもありがたくて光栄だけどものすごくしんどい時間です。でも最近思うのは、悔いが残るっていう投球は勝っても負けても悔いが残るんですよ。あの時ちゃんと投げられなかったっていう悔い、それは集中しきれなかったっていう反省点ね。でもすごく集中しきって自分の実力が出し切れたって、自分の精一杯はこれだったって思ったものを出した後って、まあ、勝っても負けても悔いが残らないんですよね。もうすがすがしい、それこそ本当心から相手の方が上だったってすがすがしく思うんですよ。それがいいなって、
私はそこでもっとちゃんと投げられたはずやのにっていうのが悔しさで残るやつね。そうならないように心がけてます。あの時にこうしておけばよかったっていう悔いが残らないように、今のできることはもう全部出し切れるように。あ、これね、私もう何回も5番絡みで残ってるので、連的には本当にありがちなんですよね。4番5番、私も右でさっき、左かな、5、7が残りそうで7が倒れたりしてるので、本当連的にこういう状態に感じてるんですよ。でもそのもう急フレの時点で私が負けているような状態、さらに手振れの1投目で同じように甘くいってしまって、バケット2458が残ってる時点でもう私はこれ負けてるって思ってるんです。もちろん急フレの時に、あ、負けたなって、今回は優勝できなかったって。それがその内藤さんがこれをスペアしなくて203で終わったこのあとね、それはもうちょっと待って計算する時間をくださいってなって、私がスペアした、スペアストライクだったら207点やから5ピン上回るってことは、でスペアをしなかったら、これめっちゃ計算しました、とにかくスペアしないと負けるって、スペアしたら勝つチャンスがもう一球あるって分かってました。このバケットですよね。はい、怖い。はい、怖い。はい、このスペアでも怖かったのに。次、6本で同点。今6本やったのに。このさ、一桁だけの足し算がどんだけできへんかね。で、6本で203。今の1球って、今1球6本やってね、私。もうどうすんのこれ。ああ、もう見たくない。わあ、嫌ですよね。ぜひね、北小金ボールさんに行ってみてください。このマスキングまだそのまま置いてくださってるんですよ。ちょっとレーンは移動してますけど、で先ほども言いました、レーンによって選手一人一人の顔の写真が貼ってもらってますので、 JPBA ウーマンズオールスターゲームの余韻にもう少し浸らせてもらって、皆様も一緒に体感してもらえたら嬉しいです。19勝目を迎える瞬間、また立ち会っていただきまして本当にありがとうございました。